俺はこの日まで毎日が苦労の連続だった。だがこの日、俺の運命は変わったのだ。さらに凄まじい苦労の連続となる。ごめん、急いでたから。ごめんなさい。なあ、うん、あの男、あれ怪しくね？うん。次の駅で降りろ。キスとかは？気持ち悪い。え？素晴らしい、いちかさん、あなたは運命の女性だ。いちか、ごめん電話終わった。あれ、お兄ちゃんは？ちょちょ、ストレスした。助けて、なにこれ、どういうこと？あの、私水谷と申しますが。てめえのせいでマルコは死んだ。お客さん。てめえ、学校の回しもんか。プリント届けに来ただけだよ。プリント？なかなか男前になったの。度胸の方はどうじゃ。あの、ちょっと遅刻よ遅刻。はい、さようなら。なんだあれ。とにかく疲れた。頭が。ていうか誰？あなたを助けに来ました。ペコリ。萌えです。え？見つけました。店長。なんだありゃ。運命の人です。すみません。ついてくる。コウモリでちゅー。なんだコウモリか。濡れた少女だ。いやいや、あのよかったら俺ん家で濡れた服を脱がさないか。え？ああ、いや違う、そういう意味じゃないんだ。おい、シーナ、そろそろ準備しないと遅刻するぞ。シーナ？泥棒？いや、竜巻ひら。あの、椎名さん、
起きていただけますでしょうか。おはよう。都会に憧れて上京しては見たものの、大学は2回落ちて、他にこれと言ってやりたいこともない。ありがとうございます。あなたが受け止めてくださったんですね。受け止めたというか、待ってくれ。見てしまったものを見ていないなんて言い訳はしない。僕も脱ぐから、おあいこってことにしよう。仲良くなんてめっちゃなりてえよ。本好きなんだな。癒されるひととき。じゃあ48の字。何その極めそうな数字。無理なく寝るなら69とか。あ、俺のバカ。違うんです、今のはその言葉のあやで。あのの、あこの声。彼岸の声が聞こえるのか。あなた誰。私は神です。もしもし警察ですか。あの、自分のこと神とか言うジャージャー。待て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 。勝者辰巳。辰巳と言ったな、いい名前だ。どうも。褒美をやろう。ありがとうございます。ありがたくもらっておくぜ。今から私のものにしてやろう。ここは邪魔が多い。綺麗に来い。待って。どうぞ。そうじゃなくて、その野崎くんとずっと一緒にいたい。じゃあこれから俺の家来る？軽っ。腹いて、トマトのせいか。俺は何も見てないぞ。いい加減楽になれ。見たんだろ。落ち着け。黙れ変態。もはやお前に人権はないぞ。逃げる。な、名前はひまり。私もあやかし、かわいい猫じゃ。
遅くにごめん。あのさ、昼間のことなんだけど。三つ男はずっと私のものよ。あ、いや。見てみる。え？